曲で完全に自立したヒット曲を作りたいんだと、ドラマに寄りかかるなと、主題歌ではあるけど曲は曲としてどこへ行ってもドラマがなくても誰もが歌うものを作るんだって話を聞いて、そうだったんだっていう。一番嬉しかったのは、僕ってほっとけないよってデビューしてから随分後なの。別にデビューシングルでも何でもなくて、もう随分後なんですね。4年ぐらい経ってからなんですよね。でやっぱりその4年間ずっと全国 FM を回ろうとか一緒にやってくれたスタッフが一番喜んだんですよね。これがやっぱりなんか一番良かったな、まあ、自分もまあ嬉しいですけど、